後藤高村、後藤高村、後藤光隆、1978年7月27日体は、秋田県南秋田郡八郎型町出身の元プロ、野球選手、内野手、外野手、宇藤左が、コーチ、野球解説者、東北楽天ゴールデンイーグルスアカデミージュニアコーチを、経て2019年からオリックスバファローズに軍、内野守備総類コーチを務めている。 妻はかつてイエローキャブに所属していたタレントの斎藤マスミ。八郎型町立八郎型中学校時代は野球とラグビーを掛け持ちし、ラグビーでは県大会優勝経験がある。秋田高校に1年からレギュラー確約条件にスカウトされたが、秋田県内有数の進学校である秋田高校に進学3年時にエース投手として、 第68回選抜高等学校野球大会に出場する。その後スポーツ推薦で法政大学に進学したが、上級生らによりいじめを受けて留年が確定し、そのまま大学を中退する。その後、に、同じ秋田高校を b で、川崎製鉄千葉野球部監督の斉藤正直に誘われ、同野球部に練習生として参加し、に入社。同年の、 第69回都市対抗野球大会に出場し、決勝戦ではプロでチームメイトとなる川越秀隆を擁する日産自動車と対戦し、準優勝、最も優秀な活躍を収めた新人選手に贈られる若地市長と三類主部門での優秀選手賞を受賞。バンコクアジア大会日本代表、シドニーオリンピック野球日本代表候補に選出された。 社会人時代のチームメイトには、同じ秋田県出身の藤田太陽がいる。2001年のプロ野球ドラフト会議にて、オリックスブルーウェーブから10位で指名を受け、契約金に0円、年俸600万円、金額は推定という条件で入団した。背番号は49。2013年の契約公開直後の12月19日に、 鉄平との交換トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することが発表された。背番号は4。楽天球団の職員へ転身するとともに、1月10日付でスクール部ベースボールグループに配属。球団が運営する楽天イーグルスアカデミーでジュニア部門のコーチを務めた。2017年4月5日、楽天ソフトバンクに開戦で、 J スポーツ中継の野球解説者デビューした。東日本放送と東北放送、TBC テレビ TBC ラジオの野球解説者も兼任している。2018年シーズン限りで楽天のジュニアコーチ職を退団して、2019年からオリックスバファローズ2軍内野守備、総類コーチに就任。2013年オフに鉄平とのトレードで楽天に移籍して、 以来5年ぶりの古巣復帰となった。パンチ力のある中距離打者で軸のぶれない鋭いスイングからライナー性の打球を放ち、オリックスバファローズ時代の本拠地、京セラドーム大阪の試合では甘い球を5回席まで運んだこともある。左投手を苦手とし、2008年にはミートすることを重視し、対左打率303を誇ったが2006年から2010年まで、 対左打率、250に特選している。少々のボール球でも、強引に打ちに行く悪玉打ちの面もあるため、支球が少ない。楽天時代の2014年には、ボール球スイング率48.8%を記録。また、オリックス時代の監督の岡田明信には、みんなが打点ボールを打つと評された。オリックス時代の2011年に一軍公式戦で14。 投類を記録しほどの総力の持ち主だが、左打者でありながら一塁到達は4秒後半が多い。内野の4ポジションをすべて守れるユーティリティープレイヤーだが、現役時代には二塁手として起用されることが多かった。二塁守備では高い身体能力を活かして大胆なプレーをしばしば披露。その一方で、オリックス時代の2010年には RF で5.18、 パリーグ公式戦での守備イニングが500以上の選手でワースト2位を記録したほか、得点換算でも低い数値を残した。楽天時代は二塁手のポジションには藤田和也がおり、そのため遊撃手を主に務めていたほか、内野守備全てのバックアップ務めていた。憧れの選手はケングリフィージュニアである。高校時代選抜大会に出場した際、でもその名前を確認できる。 投手として出場した甲子園では、初戦で完投するも滝川に25アンダーを浴びて、敗れている。この試合、滝川2の三塁打、6本、両チームの三塁打、滝川26本、秋田1本、滝川2が7回の攻撃で記録した三塁打、3本、はいずれも、大会記録である、チーム1イニング三塁打のみ最多大記録。 試合後、オフにウェイトトレーニングを欠かさず、体脂肪率は9%である。下戸でもあり、あまり、チームメイトと食事に行ったりするような性格ではなかった。2010年に、オリックス・バファローズの監督に就任した、岡田明信からは、チームリーダーの役割を期待され、当初は、自分が一匹狼のような、正確なため悩んだが、シーズン途中には無理のないリーダー像が見えてきたという。 2003年に元イエローキャブのタレントである斉藤雅美と結婚。彼女との間に娘がいることを公表しており、テレビ番組で紹介されたこともある。2011年現在、一男一女の父。2011年9月、オリジナル写真集法書より自身初の公式写真集がリリースされた。2015年12月5日、 秋田県大館市で開催されたシンポジウム夢の向こうに院に秋田日本野球機構日本プロ野球選手会日本荒野練習祭に同じ県内出身ゆかりのロッテ木村優太投手ヤクルト石山康七投手 DNA 砂田武志投手を含めた8人の選手と共に参加し県内32校272人の高校生に野球指導を行った ことは、母校、秋田校の選手に直接指導する機会にも恵まれ、こういう機会が来るとは思わなかった。少しでも力になれれば、基本の積み重ねが将来を決める。真剣に取り組んでくれれば、とエールを送った。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。